はい、メールは兵庫県七地から。七地、先週レコメをジャックした竜兵会ですが、いつの間にかすごいことになってるみたいですね、うん、え、嵐の桜井さんまで入ったということでしょうか。桜井さん情報ではタキシードを着た丸山君と加藤君、安田君、大倉君、北山君と飲みに行かれたとか、ぜひ詳しく教えてください。全員カラオケで泣いたのでしょうか。気になって昼は眠れません。なんか先週のそのレコメンで、あの翔ちゃん、はい、やすと、あとしげちゃん、うん、でじゃあ終わった後、うん、じゃあちょっと一杯行きましょうかみたいな話してたら、はい、大倉くんと北山くんと翔くん、桜井翔くんが、うん、まあまあ飲んでるっていうんで、うん、じゃあ合流しようかってなって、うん、まあそういうことになったんで、うん、決して竜兵会ではないんだけ ど、 あ、なるほど、まあまあでも楽しかったですよ。だから僕はそのスペシャルウィークの時は、うん、ね、そうスーツ着てくるって言うんで、うん、着てたら翔くんが二度見されて、うん、一回無視されて、うん、危ないやつが来たって思ったみたいで、ほうほう、でまあ なんで今日そうなのみたいな、うん、今日こういう竜兵会みたいなことがあって、うん、まあ、結構ニヤニヤされてお帰りになられましたけど、なんか楽しんでもらえたみたいですよ。 それもウェブになんか書いてくれてたみたいで、翔くんが楽しかったって言うんで、そうそう、だから竜兵会ではないんだけど、うん、まあまあたまたま合流して、そうそうそう、そういうメンツ、珍しい、珍しかったの、ね、だ翔くん自身も珍しかったから、うん、面白かったみたいなことを言ってくれて、いや新鮮な、うん、メンツやね、うん、しかもその深い時間帯で、そうやんな、あったから、うん、これ終わってからってそうそうそう面白かったですよ。なんかまあまあいろんな話したでしょうけど、その時間の大倉さんも面白かったですよ。陽気な男になってましたから、仕上がられてました。仕上がられてました。なるほど。まるちゃん何もしてんの、まるちゃん。いや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 、まあ、今後楽しい時間はね。そう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 。そう、まあ、あっという間に終わってしまうし、そうですよ、せっかくやからな、有意義に過ごさのもったいないしね、うん、初めてのことだったんで、まあまあそれは竜兵会とはまた別だったんで、そう、うん、まあ竜兵会もなんか無事広がりそうな感じですよ。あ、そう、あ、矢坂も入ったの、結局。まあ抜けてもいいし入ってもいいしみたいな、結構フリーな感じなんで、ああ全然、でもタイミングがあったら呼んでみたいなこと言ってくれてたから、うんうんうん、その時にはぜひ、まあタイミングがあったら呼んでっていう時のタイミングって大体合わんからな、大体そうやな、うん、結構前もってちゃんとねやりたいと思ってるんですけど、そうやな。